その目、その髪、あなたが万事丸さん、そしてそのたくましい体、あなたが極楽太郎さんですね。お待ちしておりました。私こそあなたがお探しになっている絹でございます。あなたと共に火の一族として戦いの中に身を置くことが私の宿命。それはもう変えられぬこと。でも一つだけ、キムのわがままをお聞き届けください。私は、父と母が死んだ日、この世で誰も傷つけない、と、墓前に誓いを立てました。こんな私を許してくれるなら、マジマジさん、あなたに、この絹の命、預ける覚悟はできております。許していただけますか？わかりました。純潔の鎖が比叡山にあります。私の右腕と左腕を縛り、私の運命をつなぐ鎖です。私は万事丸さん、あなた自身の足で純潔の鎖を取りに行ってほしいのです。私はいつまでもお待ちしております。いつまでも。
ぬからの手紙じゃわい。なになに。大山が根の一族に見つかってしまいました。危険ですのでお近づきにならないでください。絹は最初からいないものと思って、あなた方だけで火の一族の使命をお果たしください。シロのことはよろしくお願いします。さようなら。おお、万事丸、これ早く大山に行った方がいいんじゃねえか。女にいいとこ見せる絶好の機会だぜ。キムを助けりゃあんた、万事丸さん素敵部長ってなもんよ。待ちかねたぞ、万事丸。この中の女をやる前に、お前の命をいただこうか。
俺には子供がいるんだ。命だけは取らねえでくれよ。この純潔の鎖がある限り、私はこの手で誰も傷つけることはできません。さあ行きましょう、天の橋立てに。万事丸、確かにおめえは強え。今の俺じゃかなわねえよ。だがな、俺は子供のために俺の命より手柄を取ることにさっき決めたのさ。一緒に地獄へ落ちようぜ。大江山もお前らももうおしまいさ。この風景、見覚えがあるわ。子供の頃、お父様と一緒に何度か来たことがあるわ。鬼族は遠くの土地へ行くとき、ここから天へ光の橋を立てて一気に飛ぶの。私にもできるのかしら。教えてくれる人は誰もいないし、自信はないけど試してみます。私の力では後戻りはできないかもしれないけど、それでもいい。私を信じてくれますか。少し後ろに下がっていてください。
大きな力の波が来ます。黄泉様に申し上げます。例の女の娘絹というものの力を借り、万事丸は稲葉の国へ入りました。まさかあの女に娘がいたとは。しかしこの絹という娘、なぜか自ら手を縛り決して戦おうとはしないのでございます。これでは頭数には入りません。稲葉の砂陣城は千年前火の勇者が四人がかりで落とした城。逆に言うなら火の勇者が四人揃わねば落ちぬ城でございます。万に一つ砂陣城が落ちたとしても我らには秘密兵器がございます。